はい、こんにちは。統計のお姉さんさとまえです。今日は悪用現金、ギャンブル依存症になる仕組みについて解説していきたいと思います。なぜこの話をしようと思ったかって言うと、1個前の動画でですね。確率論はギャンブル必勝法を生み出すための学問として生まれたという話をしました。それで、すでにギャンブルや賭け事をやってる人だったりとか、ちょっと面白そうだなって思う人もいると思うんですよね。日本では公営ギャンブル以外は違法になるんですが、法律で規制されるぐらいなので、実はギャンブルってとっても危険な遊びなんですね。 私もともとパチンコ屋さんで働いてたんですけども、パチンコ大でですね、やろうと思えば人がより依存しやすいようなゲーム設計にできるんですが、さすがにそれはまずいので、人間がパチンコに依存しすぎないようにかなり法律で厳しく規制されています。下古明星の粗品さんのように、ある程度収入があって散財してもそれを YouTube のネタにできるぐらいだったらまだいいんですけども、 借金が膨らみすぎて自己破産するとか日常生活に支障が出るくらいハマってしまう人とか挙句の果てには自殺する人までいらっしゃるんですよねそれで今日はなぜギャンブル依存症になってしまうのかその仕組みをですね元パチンコ店管理職で現在は社会人向けに統計学を教えている私里舞がですねめちゃめちゃわかりやすく解説をしていきます私が働いていた時は地方の大型のパチンコ屋さんだったんですけどもその時お金の管理任されていたので売上で言うと一日あたり一千万とか二千万ぐらい ぐらいは動くような大きいパチンコ屋さんでしたである調査によると過去1年間にギャンブルをしたことのある人のうちなんと6%約17人に1人がギャンブル依存症ということが分かってますこれ日本の統計です特にパチンコとかパチスロの依存度がダントツに高くて男性はパチスロ女性はパチンコにより依存しやすいというようなデータが出てましたで、またですねギャンブル依存症になっている人はそうでない人に比べてあの機種燃料 自殺願望ですね。が強かったりとか、自殺をしようとしている人だったりとか、喫煙率が高い。これらの問題を抱えている人が依存症でない人に比べて、統計的に優位に高いということが分かってます。こんな感じで、ギャンブル依存症って本当に怖い病気なんですけども、今時点でギャンブルをしていないから大丈夫っていう人もですね、身近なところで言うとスマホゲームのガチャだったりも、あれ本質的にはギャンブル依存症になる仕組みと同じなんですよね。で今回の話を聞くとですね、人を何かに夢中にさせて、 依存させる仕組み中毒にさせるる仕仕組組み、み中毒にいうののが分かるのでうまく使えることができたら例えばビジネスであるとか人とのコミュニケーションであるとかそういったところに非常に有効に働きますので悪用現金ではあるんですけれども是非最後までご覧ください。ということでこのチャンネルは確率統計を使って世の中の謎を解くリアル謎解きを体験していただく教育エンンタメチャンネルです少しでも面白そうと思った方は今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで今日はギャンブル依存症になるポイント3点お伝えします。 1>, 1点目、ランダム性。2点目、感情を揺さぶる。3点目、先払い。この3点について科学的に解説をしていきます。まず1点目のランダム性なんですけれども、人は規則的な報酬よりもランダムな報酬に注力になりやすいということがあります。有名な実験で、好きな箱の実験というものがありまして、まず箱の中にラットを入れます。箱の中にはレバーを押すと餌が出てくる装置があります。ラットはお腹が空いたらそのレバーを押して餌を出します。 レバーから餌を出さないようにするとラットはレバーに興味をなくします。しかしレバーを押して餌が出なく出たり出なかったりするように設定するとラットは一心不乱にレバーを押し続けますで。餌が出る確率を徐々に落としていってレバーを押し付けるより別の場所に行って餌を探した方が効率がいいぐらいに餌が出る確率を落としても一生懸命レバーを押し付けるようになります。 さらには餌が出る確率を調整することでラットに狂ったように一日中レバーを押し付けさせることも可能になります。かなりかいつまんで今実験の内容を説明したんですけれどもこれまさにですねパチンコパチスロに依存する仕組みと一緒なんですね。パチンコ台っていうのは機種ごとに当たりの確率っていうのがバラバラなんですよ。99分の1の確率で当たる台もあれば199分の1の台もあるし 今マックスだと299分の1があのマックスなのかな私が働いてた時はマックス399分の1っていうのがあったんですけどそれ多分今なくなってると思いますね例えばこの99分の1の確率の台っていうのは99回抽選したら必ず1回当たるわけではなくて1回ごとに99分の1の確率の抽選を行っているってことなんですね高校の時の確率の授業をちょっと思い出してほしいんですけれどもまあ、袋の中に99個のボールがありますとえ98個は白い玉。 1>, 1個だけ赤い当たりの玉が入ってますでその袋の中に手を入れて玉を取り出します取った玉をまた戻してから抽選をし直すまあ、こういったような抽選の仕方を行っているということですねこのような抽選の仕方のことを独立志向というふうに言います今回の抽選で当たる確率っていうのは前の事象には影響されない独立しているそういう意味ですこのですね当たるかどうかランダムに決まるっていうのが人を魅了する仕組みなんです この仕組みを応用しているのがスマホゲームのガチャですね。ガチャの依存性も凄まじくて、ガチャを引いてレアアイテムをゲットすることが、まあ嬉しい、楽しい、まあそういう報酬なはずなんですけども、いつの間にかそのガチャを引くことそのものが報酬になっていて、ガチャを引くために毎日ログインするとか課金するとか、そういった人がいるわけです。 続いて2点目のポイントですが、感情を揺さぶるです。人は感情が強く動いた瞬間をより強く記憶するんですね。先ほどの好きな箱の実験では、餌が出るかどうかっていうのを独立思考にした上で、餌が出る確率自体っていうのを調整することで、ラットに1日中狂ったようにレバーを押し続けさせることが可能ということなんですが、これどういうことかっていうと、餌が出てくる装置ありますよね。レバーを押して1 2分の1の確率で餌が出てくるような設定の時と、10分の1の確率で で餌が出てくるような設定の時っていうのを組み合わせるっていう感じですねでこれっていうのがまたパチンコの方にも応用されてましてある機種のパチンコ台がありますとこのパチンコ台は通常時299分の1の確率で当たりが引けますこれが通常モードの あたりの確率ですね。なんですけども、途中によっては二百九十九分の一の確率っていうのが、途中で変わる機種っていうのもあるんですよ。その当たり確率がですね。なんと、マックス十倍ぐらいまで、当たりの確率が上がる状態に入ることがあります。 これを確率変動、通称確変と言います。パチンコをやるときにですね、まず通常モード、299分の1の確率からスタートをするんですけれども、遊んでいく途中に確変モードに入ることがあります。確変モードに入るとしばらくこう、玉がジャラジャラ、いっぱいたくさん出てくるわけなんですけども、確変モードが終わるとまた通常モードに戻って、通常モード遊んでるとしばらくしてまた確変モードに入ってっていうようなことをこう、ぐるぐる繰り返したりします。それでこれの何が中毒になるかっていうと、確変状態の時 のちょっと脳の中のイメージをここに書いてみました各変の時っていうのがまあ玉がいっぱいじゃらじゃら出てくるとまあ、嬉しいじゃないですかその時っていうのはドーパミンっていう快楽物質が放出されて脳の報酬系っていうところが刺激されるんですねでこれが刺激されるとどうなるかっていうと高揚感だったりとか全能感っていうのを味わうことができますまあ一言で言うと気持ちいい感じになるわけですただこのドーパミンっていうものはですね悪さもしまして ドーパミンという物質はですね理性をつかさどる前頭前野の働きを鈍くするっていう作用もあります。これギャンブルをした時だけじゃなくてお酒を飲んだ時も同じ状態になります。お酒を飲んだらよく眠れたとかギャンブルで非日常感を味わえたとか没頭感とか夢中になった感じを味わえた気持ちよかったっていうような成功体験を脳が学習するんですね。 そうすると、この核変という高確率で当たる楽しいモードが終わって、通常モードの低確率の状態に戻った時に、つまらないなぁとか、退屈だなぁとか、お金がどんどんなくなっていくなぁとか、そういったネガティブな状態になるわけです。そうすると、そのネガティブな状態から、今すぐこのストレスを発散したい、なんとかしたい、ネガティブ状態から抜け出したい、核変状態の時の成功体験をつなげて、あの時の感覚をまた味わいたいと。そうなってしまって、どんどんのめり込んでしまうっていう感じです。 なので合理的に考えれば別にこの格変状態を起こさなくても299分の1とそれが10倍になるんだったらその間ぐらいに最初から設定すればいいんじゃないのと思うかもしれないんですけどもそれだとこういった中毒性が作れないんですね。確率を変えているのはハイになる感情とローになる感情っていうのをあえて作り出してこの楽さ で、中毒性を作ってるというような、そういうイメージです。まあ、よくメンヘラはモテるって言いますけれども、テンションが高いとか、なんかめちゃめちゃ甘えてくるとか、そう思ったらいきなりそっけなくなるとか、なんかいきなり落ち込むとか、まあそういう人がメンヘラだと思うんですけども、 メンヘラがモテる理由もなんかこの感情の落差があるからなのかなと勝手にちょっと思ってますただその異常に夢中になってる中毒になってる依存症になってるっていう状態っていうのは幸せかどうかっていう点で言うとまだちょっと違いますよね。 最後3点目です。人間には失ったものを取り戻そうとする心理が働きます。これをサンクコストバイアス、埋没費用と言われたりします。もしかしたら経験あるかもしれないんですけども、せっかくお金を払ったんだから、この映画見ててもつまらないけど、 まあ、しょうがないから最後まで見るかだったりとか、人気のお店に1時間ぐらい並んでたとしたら、これだけ並んだんだから、今更帰るのは悔しいから、もうちょっと頑張ろうとか、まあそういう状況ってあると思うんですけども、今までかけてきたコスト、えっと、コストっていうのはお金だけじゃなくて、時間とか、あとは労力とかも含みます。こういった今までかけてきたコストが大きくなればなるほど、そのぐらいコストかけてるんだから、これは自分にとって重要なものであるって、 っていうように思ったりとかせめて失った分は取り戻したいとか元を取りたいというふうに思うような人間の認知の歪みですねこれがサンクコスバイアスと言われていますパチンコ屋さんって私の働いてたところって朝9時開店で夜11時閉店だったんですが朝1来て閉店までいらっしゃるお客さんね結構いらっしゃるんですよ9時11時なので14時間ですよね14時間ずっと同じところにいる ちょっと異常ですよねディズニーランドだってなかなか自由時間は入れないですよね私ディズニーランド全然行かないと分かんないんですけどパチンコ屋さんで何でそういうことが起きるかっていうとコストお金を払えば払うほどそれがたとえマイナスになっていってたとしてもそれを取り戻そうっていう心理が働くからなんですね。 お金を使えば使うほどもっと使いたくなるっていうのがこのギャンブルの厄介なところというか不思議なところですねでこういったものをあの行動経済学だったりとか実験行動学っていうような分野に生かされていることもあの多々あるんですが例えばとあるあの報酬の渡し方の実験がありましてスタッフに払う報酬を先に渡した場合と後に渡した場合三つ目に先に渡して でクオリティがもし低ければそこからこう差分を減額するみたいなものこの3パターンを試してどれがが番スタッフがより働くかみたたいな実験をしたんですねでこの結果より一番働いたのがこの3番先に報酬を渡してそこからもし、あのー、あまり働かなかったらそこから減額するよと、まあ、そういうような設定にした時に一番、あのー、スタッフが働いたということでした。 ということで今日はギャンブル依存症になる仕組みについて解説をしました。いかがだったでしょうか今日ご紹介した内容っていうのは、あの、悪用現金っていうことだけあってですね、効果が絶大ゆえに法律で規制されているものも何個か含まれてます。なので使い方を間違えてしまうと依存症になってしまうんですけれども、いい方向に使えれば仕事だったりとか勉強のモチベーションアップとかにも有効に活用できます。 ということで今日の動画が少しでも参考になったとか面白かったという方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。少しでも参考になったかよ。